ちゃっこんにちは、豊さん。なんだお前の入りはね、うん、暗い時はなんか嫌なんだよ。なんか嫌な知らせ、ね、なんか嫌なことを話させられるのかなみたいな。そうかもしれないですね、はい、でも場合によっては明るい兆しが見えてくるかもしれない話題です、はい、おそうか、はい、9月の21日現時点でなんとソフトバンクが4位の楽天と 0.5 ゲーム差になってしまいました。面白いな、はい、いや、まあ、逆に言うと楽天はよっしゃーっていうとこまで来てるってことなんですけれども。そうだな、まあでも楽天辛いぞお前、数字見ると、うん、今21日時点では10連勝の真っ只中だから。10連戦、そうですね、そうだろ、はい、だからそれはやっぱこう気力はね、はい、目の前に A クラスっていうのがあるから、うん、それは持つだろうけど、はい、やっぱ結果次第にはモチベーションが下がっていったりだとか、うん、まあ、するよな。そうですよね、はい、だとするとソフトバンクの方がじゃあ精神的にもその有利なのかなって思いきや、つらい、これもつらい、これはね内野手ごっそりいないんだから、まあ、特例でいなくなっちゃったんですよ、ね、だから中村いない、三森いない、はい、今宮いない、はい、どうするんだよ。栗原お前怪我で抹消されてる、もう内野いないんだからどうするんだ。そんな中で戦ってるんですけど、なんてこったみたいな、本当なんてこと、なんてひだじゃなくてなんてことですけれども、本当だ、まあ、やっぱりその楽天との直接対決でちょっと連敗してしまったっていう、はい、まあ、そこで 0.5 ゲーム差になったのも大きいんですけれども、あれはやっぱ台湾のチアリーダーの勝ちだな。あそこに気をそらしたっていうね。なるほど、もうソフトバンク あのベンチの上で踊ってもらっときゃよかったのにな。もっと集中力散漫になってなってたのかもしれないですけど、まあなのでソフトバンク、はい、じゃあクライマックスいけるのか。いや危ないな、危ない、うん、危ない危ない、いやそれピッチャーもさ、はい、ちょっと枚数的には足りないし、はい、野手だよな、まあ、そこですよね、うん、でも野手といえば例えば近藤選手とか柳田選手とか打率の上位ランキングに入ってるわけですよね、うん、まあ、だけどもそこ個しかないじゃん。1、2番があんまり出ないんだもん。そっか、そうそう、いやそれはやっぱ辛いと思うよ。だからもう戦術戦略で勝つしかないんだよ、うん、だからどういう風にするのかね、はい、だからもう言えば、うん、柳田1番にして、はい、2番に誰か据えて遅れるとかね、はい、まあ、シュートでもいいや、うん、で近藤で返す、うん、これ並んで柳田が出るとツーベースで、はい、近藤歩かしてもいいもん。あ、そうですね、空いてるっていうことで、だって後ろに長打打てる人間がもうごっそりいなくなっちゃってるからさ。そうですね、いやだからもうそうなるから続けてることが善なのか、はい、っていうことを考えるともう話しちゃった方がいいなって思う。確かに打順変えて話すことっていうのも一つありますね、ということも考えなきゃいけないのかなと思う、うん、配置としたらね、はい、だからそれを首脳陣ができるかどうかってことですよね。だから戦略戦術だって、だからどう考えるかという、はい、もちろんそれを選手に説明して打順こうするよっていうのも言わない。もうね毎日ね大学の講義みたいに、うん、もう黒板こうやってスライドのスライドを書くぐらいじゃないと多分。そうですよね、うん、それでこうなったらこうなる、こうなったらこうなるからこういう打順にしたと、うん、だからその役割をこう全て分かっといてくれと、うん、ジョーンってやってそれで、ね、今日のピッチャーの攻略法とか、あ、このピッチャーは例えばクイック的には遅いと、うん、足を使うとか、はい、まあ、例えばコントロールがまとまってるからエンドランが多くなるとか、はい、本当にねいろんなことを引き出しの中から出してこないと、はい、なかなか難しいだろうな。ちょっとそうですよね、やっぱモチベーションが持たなくなるよ、やっぱ選手があれだけ抜けてると。そうですね、ただ選手だけで戦うからおかしいっていう風になるし、まあ、日本ハム戦でも連敗したけども、はい、あの時なんかやっぱごっそり抜けてやっぱこう悲壮感があったもんな、あ、チーム全体、まあ、それはもちろんそうだよね、あ、とんでもないことになったっていう、うん、いやそんなこと考えてる場合じゃなくてやっぱ戦わなきゃいけないんだから、はい、その気持ちは出していかないとな。そうですよね、うん、ただ気持ちは勝てないしな気持ちで勝つんだバーンってやるしかない。いやそれででもそうですよね、うん、だけどやっぱ戦う雰囲気だとか、うん、チームの雰囲気っていうのはすごく戦う上で大事でね、うん、若干これもうずっと見てなくてもうちょっと申し訳ないんだけども、はい、やっぱね他のチームよりノリが悪いわ、そう感じる、はい、もっとうわっといけばいいのに、まあ、大体ね昔強かった時ってもうチーム内でライバルがいたから中でギスギスしてたよね、あいつがやったら俺もやったるみたいな、
あ、その相乗効果で、いや、あったんだよね、はい、だ今は誰か打ってくれみたいな、パリキャン感やってくれみたいな、はい、まあ、そんな感じがするんだよね、うん、だから、まあ、そうではいけないし、はい、やっぱ俺がやってるみたいな、うん、まあ、柳田もそうだけど今空回りしてるよな。そうなんですよね、うん、で今度は1年目だし、うん、なんかまだ俺が言っていいのかみたいな、でもまあ、もあるそうですよね、成績残しとか、うん、でも本当に個々に能力がある選手がいて、うん、で近藤選手を FA で取ってきて、デスパイネ選手もまた出戻りで取ってきて、どうしてこう、デスパイネが27打席ノーヒット、はい、率にさ0割8分いくつの時に5番に据えたんだよ、ロッテ戦で、はい、いや、やっぱね、そこに頼らなきゃいけないっていうこと自体がもう危機だよ。ですよね、うん、だからそれはそれでもう取ってきたから使わなきゃいけないんじゃなくて、うん、いや使えないものはもう下でいいと思うよ、うん、例えば足の一つでも、はい、守備の一つでも戦力になる人間置いとかないとさ。そうですよね、うん、だからそこら辺で遠慮しててもダメだしな。そうですよね、うん、あとやっぱソフトバンクっていうとすごく育成のシステムがしっかりしていて、下にこんないいピッチャーまだいたんだねとか、それは、うん、そうかって俺はずっと疑問に思ってたんだけど、はい、確かに形にはなって出てくるよ、うん、で体も大きくなって出てくるよ、うん、しかしそれから継続して使われてる人間、レギュラーで使われてる人間っているか。いないですね。いないでしょ、はい、なぜだろう。いや、なぜだろう。いや、それはやっぱすぐ諦めるからさ。あー、もったいない。打てなかったら変える、はい、でもレギュラーは打てなくても変えない。使われる側としたら理不尽だよね。そうですね。え、なんでちょ、もうちょっと待ってよみたいな、そういう選手はたくさんいたよ、はい、それだけ素質のある選手、魅力のある選手はたくさんいるんだけど、やっぱ勝たなきゃいけないから我慢できないんだよ、打てなかったら。だからジャイアンツ化になってんだよね。あ、ジャイアンツも上昇で勝たなきゃいけない、はい、そうなってくるとやっぱ打てなかったら変えなきゃいけないとか、うん、だから浅野とか将来的なスターになるんだったら、もうやっぱもう使い切るぐらいじゃないと。本来そうですね、うん、秋広だってそうだよね、はい、そうでしょ。でも変えちゃうでしょ、うん、それはやっぱ絶対勝たなきゃいけないという宿命があるんだよ、ね、ソフトバンクも宿命を背負っちゃってるみたいなんだよ。そんな宿命なんか思ってもないのにみんながだけど、そう、やっぱ勝たなきゃいけない。あと高額でオフにやっぱ選手を取ってきてるっていう、そういうなんかプレッシャーもあるんですかね。でもそれはもう球団がやってることだから、うん、プレッシャーに感じることないし、うん、それはもうできないものはできないで、うん、切り捨てるっていうかね、うん、もう置いていくしかないし、はい、そんなね、みんなを拾って一緒にやりましょうみたいな、うん、そんなプロでは通用しないから、やっぱ結果が全てだしね。そうですよね、うん、だからソフトバンクっていうのはまだまだこう力あるし、うん、あの俺は A クラスを外すなんてありえないと思ってるから、うんうん、そうですね、うん、ただ楽天頑張ってるよな。いや、そうなんですよ。だから楽天がやっぱり前半が非常に悪かったので、悪すぎるよ出だしが、はい、力あるんだけども力出しきれないからね。そうだったんですよね。それがやっぱり中盤ぐらいからだん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 良くなってきて、ここに来て 0.5 になってるもんな。21日現在でな。これってやっぱり追う方の楽天の方が勢いはやっぱありますか、見ていて。まあソフトバンクと比べた時には勢いをなくしてるよね、ソフトバンクは、うん、離脱ということがあってね、はい、だからそういう意味ではその楽天の方が勢いを感じるけども、うん、この勢いを止めるか止めないかっていうのはマー君次第だな、田中。あー、マー君がね、やっぱ勝負どころになっても勝てないわ、なかなか。このピッチャーがやっぱこう頼りとして勝たないと、はい、A クラスは見えてこない。あ、キーはそこなんですね、うん、こっから残り試合、はい、マー君が登板するだろう、うん、ね、2試合から3試合、あと何試合、あと14試合です、まあ、2試合とか、まあ、3試合かな、いけても、うん、この3連勝したら俺はあると思う、うん、はい、マー君が。でもやっぱマー君が負けるんだよね。そしたらやっぱね、ガクッと下がるんだよ、モチベーションが。だからここら辺でマー君が勝ってくれれば俺は A クラス行くと思う、うん、でもここで負けてるようではやっぱいけないかなと。あー、まあ、マー君一人じゃないけどね、はい、でもやっぱりそのぐらい大きな存在だし、勝ってほしいなっていうピッチャーだよね、球団からすると、うん、まあ、ファンからするともね、ここら辺こう踏ん張りきれるかどうか。そうですね、うん、じゃあ今の段階で豊さん見るに、クライマックス3位に入るのはソフトバンクと楽天だとどっちの方が。やっぱり勢い的には楽天、うん、でも、うん、
ソフトバンクが残るんじゃないかっていうふうには思ってる。それは例えば優勝経験のある選手が多いとか、そうだな、経験値とかな、うんうん、まあ、そういうことも含めて、うん、まあ、なんとかするんじゃないかと。でもここのところのソフトバンクは勝負弱いからな。なんです、本当そうですね。 あと1試合勝ちゃいさ、引き分けても優勝だったのに。去年ですよね、サヨナラホームランを山川に打たれるのかな。去年ありましたね。そうですよ、うん、で最後大一番バンドがいいピッチングじゃ変えちゃっての、はい、それがガタガタになっちゃってみたいな。そうですよね。もうここはね、監督の勝負だよ、うん、どう選手たちを引っ張っていって、うん、どういうふうに乗せていけるか、うん、でどういう手を打っていくか、うん、それはもうロッテもでも危ないぞ、分からんぞ本当に。これ楽天が2位にってこともですか。だからソフトバンクが2位のチャンスもある。あ、でロッテが落ちていく可能性ももちろん。終わったら4位だったみたいな。あ、でも可能性的にはありますよね。可能性はあるんだよ、うん、いやだからそういう意味ではロッテも危ない。今 2.5 ゲーム差の3チームあるんだ。ビシュレてますもんね。締め切ってんだ。え、じゃあこの3チームの中で勢いがあるのってどこなんですか。楽天がある。楽天一番。じゃあ本当になぜかというと、はい、あ、まあでもな、でも21日に種市と有原が投げるんだよ。そうなんです。実はまあ今日撮ってるこの今夜なんですけれども、はい、これ、うん、勝ち負けでかい。あ、でもこんなこと言っても、うん、この動画では成立しないただ24日の日曜日月曜日はソフトバンクロッテなんですよ。いやだから、はい、もうそこら辺はもう目の色変えてみたいな。でもそこで連敗するようだとロッテはもう落ちていくよ、はい。じゃあここがキーなんですね、ソフトバンクとの。いや本当に ZOZO での2戦、はい、これ日曜日っていうことはこれ佐々木朗希投手。佐々木朗希もちょっと ZOZO マリン。 ZOZO です。あ、 ZOZO だったら佐々木だったら大丈夫かな、うん、ただこう復帰してからあんまり良くない。そうなんですよ、ね、まあ、良くないけど、まあ、そろそろ良くなってくる、はい、大丈夫ですかね、うん、まあ、ZOZO で投げるといいよ。 ZOZO で投げる、そうですね、ZOZO で、もうちょっと風が吹いてくる。そうですね最近弱いから、弱いからもっと突風みたい、強風が吹いてくれる。やっぱね、風って大きいな。いや大きいんですね、そう考えると。大きいよ、ね、ものすごい曲がったりとか変化したりするっていうので。だ見舞って風があるとあんまり良くないんだなやっぱあそこ吹いてた方がね、吹いてた方がロッテのピッチャーはいいんですね。そうそうそう。ただその楽天もソフトバンクとの直接対決っていうのももちろん残ってますし、ちょっと今ロッテの話をするの忘れてたぐらい。いやいや、ロッテも俺は昨日の状態を見てると危ないなと思うよね。あのオリックスが優勝したゲームですよね。そうそう、ゲームとか見てると危ないのかなって思うよね。そのまあ投手の替え時であったりとか、あと野手も13塁でっていう、うん、ここ一番打てないもんね。そうなんです。ここのところそのホームランで点を取るとか、はい、タイムリーもたまに出てるけど、うん、もうポランコのホームラン、山口のホームランとか、はい、もうそこら辺に頼らなきゃいけなくなってきてるのかなって思うぐらい、うん、やっぱ繋がらなくなってきてる、ね、ですよね。でもそのポランコ選手がスタメン外れてたりとかもあったし、ね、だからね、やっぱ小木の角中、はい、ここら辺のベテランに鞭入れることですからねいやもうそうですね、あの彼らはやっぱね技術を持ってるよ、うん、うん、だから、まあ、そこら辺に頼ってクリーンアップにつなげていくのか、はい、まあ、そういうふうに考えなきゃいけないかなって思う。そうですね。ちょっと本当ロッテのことを忘れてね、まあ、ソフトバンクが4位になるのか3位死守するのかみたいな話になってましたけど、ソフトバンクっていうのはね、やっぱみんなその何十億で使って補強しただけに、うん、まあ、期待感はあったけどね。そうですね、うん、でも4位でも終われないだろお前。いやそうですよ、ちょっとだってあれだけいい選手いてお金補強してて4位、大竹投手を出さなきゃよかったんですかね。本当だよ、大竹10勝したよお前なあ11勝したんだっけ。11勝しました。もうね、はい、もう左打ちはですよね。なんで出しちゃったんですかね。知らないよもうそんなのどうしたのかなと思うよね。なんかちょっと違う部分ありますけど、まあでもね、ソフトバンク今ちょっとあの野手陣も欠いてる中で踏ん張り時ですけれども、うん、まあ頑張らないとな、はい、本当にね。で春先からね、やっぱキャンプみんな苦しい思いをしながらオープン戦戦って、まあ、シーズンもね、はい、こういろいろありながら戦ってきて、 A クラスで終わるのと B クラスは全然違うぞこれ。違いますよね、うん、これ B クラスになるとソフトバンクって久々の B クラスとかになるんですかね。いやそりゃそうだね。ですよね、最近ずっと見てなかったのよ、その姿を。楽天もね、はい、必死に頑張ってるし、うん、
ロッテはなんかな、必死に逃げようとするけど足をぐーっと握って、いやですね、離してくれないというかさ、はい、そう、離してくれ離してくれみたいな、でも下が離さないって、離さないんだよ。そうですよ、ね、両足だから楽天とソフトバンクと。そうですよね。いや、まあ、でもこの戦い方もね、はい、ファンはやきもきするだろうけど。そうですね、まあ、全体的なプロ野球ファンはね、はい、本当に楽しませてもらってるというか。そうですね、ねえ、まあ、頑張ってほしいな。そうですね、残り10試合ちょっとになりましたけれども、はい、最後までちょっとこの3チームも頑張ってほしいですね、はい。